大江静香です。朝の体重測定。朝の体重は 55.4、 昨日の夜の 55.7 から 300g 抜けました。もう本当にずっとこんな感じ。昨日の朝からはプラマイゼロです。じゃん、朝ごはんです。今日は朝トレをやらなかったので、朝ごはんがちょっと遅めの9時50分、鶏の塩麹焼きかな。すごい美味しかったです。鶏もも肉の、いつもは鶏の蒸しステーキなんですけど、これは鶏ももの皮なし、鶏ももの焼いたやつでした。でちなみにこれ朝全部食べきれなかったので、もう捨てるのはまあもったいないので、お昼に回しました。これは半分朝食べて半分お昼食べた感じなので、お昼ご飯出てこないですけど、これ半分食べたと思っていただければ良いと思います。そして今日レッスン場に行くと、久しぶりに千織に会いました。足音で気づいたな、この足音で君は千織って気づいたな。愛があるね、愛があるね。顔だけ映してるでしょ。足元撮ってよ。今こうやってやってるの、足元撮ってよ。愛があるね。足元撮って顔しか映ってないでしょ。口どんな風になってんの。ブスだからやめてよ。ブス、口元どうなってんのね。ブスはやばい、いじめだ。助けて、いじめです。はい、明るい仲良し千織ちゃんですが、私が下向いて携帯いじってたら、すごい足音聞こえるなと思ったら、千織がタップ踏んで合図してました、私に。でプロテインですね、これ1個個包装のプロテインなんだけど、いただいたので飲んでみました。プロテインのすごい成分がシンプルなやつでしたね。味もなんか何飲んでるかよく分かんなくて、ミルク味でもないんですけど、でもだからといってまずいわけでもなくて、なんかちょっと癖ある水みたいな表現あってるのか分かんないですけど、私的にはミルク味でもなく、なんだろう、でもドロッとしてるわけでもなくて、なんかちょっと味がついてるかなみたいな味でしたね、うん、だからなんかちょっと癖ある水飲んでる感じでした。でこうやって振ったら、すごい結構泡立つタイプの、多分 BCAA とかいっぱい入ってるのかな、アミノ酸とかもしっかり入ってるのか、泡が立って、でも泡も結構成分がしっかり入ってるので、実は飲んでほしいみたいな感じでパッケージに書いてあったんですけど、泡が引くまでちょっと待てずに飲んじゃいました。ちなみに泡立つ系の、プロテインはこう縦にシャカシャカ振るんじゃなくて、上の方を持ってそこをこう回す感じにして振る、シェイクすると泡立ちにくいですよ。美味しかったです。美味しいというか、うん、いいプロテイン飲んだって感じでした。じゃあ今日も帰ってきて有酸素いきます。夜ご飯の前に空腹状態で有酸素した方が脂肪が燃えるので、今日も身長の生かしたサウナスーツを着て1時間走りました。で走って帰ってきた後に、今日はメカジキのステーキ、めちゃめちゃ豪華じゃないですか。こんなん食べていいのってくらい、いただきます。汗かいてますね、1時間走ってきたので。お風呂入る前に、この後に YouTube で生配信のトレーニングをするので、本当はトレーニングして有酸素してからのご飯っていうのが、自分的にはスケジュール的にはそんな感じで組んでたんですけど、なんかスケジュールうまくいかなくて、走ってからご飯食べてトレーニングっていう、まあ、トレーニングの時間は、生配信トレーニングの時間はもうみんなに告知しちゃってたので、そんな感じにのスケジュールになりました。なんで割とお腹にご飯が入ったまま生配信しちゃったんですけど、生配信の様子はこんな感じで、この日も腹筋、お尻、スクワットみんなでやりました。生配信の時のコメントの雰囲気、私はすごく好きで、きついとか言ってくれたり、あ、まあ、みんなもきついんだって思えたり、もちろん一緒にできない人とかもいると思うんですけど、配信こう仕事中で見てる方とか、そういう方とかが頑張れとか言ってくれたり、コメント欄でみんなで励まし合ってる感じがすごく私は好きで、楽しくトレーニング毎日できてます。結構毎日できて尊敬するとか、頑張ってるねって言われるんですけど、これ本当冗談抜きに、みんなが一緒にやってくれたり応援してくれるおかげですって伝えたいですね。でインターバル中はこういう風にコメント読んだりしてます。で昨日の動画のコメントについてなんですけど、昨日の動画にもたくさんのコメントいただいてありがとうございます。それで私が気になったのが、しーちゃんに嫌な思いしてもらおうと思ったわけじゃなくてみたいな、こんな風に書いてあったか忘れたけど、なんか嫌な思いさせてたらごめんねみたいな感じである
書いてあるコメントもあったんですけど、全然嫌な気持ちになってるとかじゃなくて、やっぱりこのダイエットについては何回も言ってるけど、いろんな考えがあるし、そのいろんなその人の体があるし、もちろん皆さんもダイエットをやって成功したりしてる上で、その知識を持ってあの私にコメントしてくださるのももちろん本当に分かってるので、その意地悪でみんながそういうコメントしてるなんて全然思ってないので、そんなコメントしてごめんねとか、嫌な気持ちさせてごめんねとか思わないでほしいなって思います。はい、みんな私のことを思って言ってくださってるのも本当に分かります。でも本当に知識がいっぱいありすぎて、やり方がいっぱいありすぎて、あの全部飲み込むっていうことが本当に難しくて、なので私はこう、まあ、6年前くらいからダイエット成功した時も失敗した時も、まあ、失敗した時は私がトレーナーの言うことを聞いてなかっただけなんですけど、その時とかに私の体を見てくれてたトレーナーさんの話を一応私は今聞くようにしてますね。はい、なので嫌だとか思わないので、好きなようにコメントしていただけたらなと思います。しっかり目は通してます。いつもコメントありがとう。でお風呂、今日お風呂いっぱい動いたので、お風呂体が疲れてたので気球にしました。なんかおしゃれな入浴剤より一番こういう気球とか効きそうですよね。でお風呂上がって体重測定です。今日の夜は 55.6、今朝の 55.4 から 200g 増えました。最近は毎日みんなと、配信しながらトレーニングできるので、すごく楽しく、トレーニングできてるなって感じます。夜の方が参加率が意外と高いということを知ったので、明日も夜にやりたいなと思っております。明日はちょっと遅めの22時くらいからやりたいと思っていますので、ぜひ参加できる方、別に参加できなくてもしーちゃん頑張ってるとこ見守るよっていう方、ぜひ遊びに来てください。皆さんはどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。